硫酸アンモニウムは、硫酸のアンモニウム仕様で、化学式に SO4 で表される化合物。硫酸とも呼ばれる。無色の結晶で、水に液溶、空気中で熱すると摂氏120度で分解を始め、摂氏357度でアンモニアを放って誘拐する。代表的な窒素肥料の一つ。速効性であるが、窒素分が吸収された後に、硫酸イオンが、 有利硫酸や硫酸カルシウムとして残り土壌は酸性化するため、さらには硫酸イオンが残った土壌は条件により、植物に有害な硫化水素を発生させて、作物を根、ね、地上の両方から枯らしてしまうため、現在では尿素の方が使用量が多い。硫酸は原料のアンモニア供給源の違いにより、合成硫酸、回収硫酸、複製硫酸に分けられる。 合成硫案は合成アンモニアと硫酸との中和で得られるもので最も一般的である。硫案はスキー場などでスノーセメントとしてシャーベット状の雪を固めるために使われることもあるが水質汚濁の原因になっている。生化学ではタンパク質を沈殿させるために用いられる。消化剤として使用される場合もある。また水を加えると吸熱反応を起こすため、 保冷剤や冷却剤として使用されることがある。石膏や硫酸ガスを利用して合成されるものもある。回収硫案はナイロン原料のカプロラクタム製造の際の排液などから回収されるものである。複製硫案は製鉄所などでの石炭管流に際して複製するアンモニアを硫酸に吸収させて得られるもので生産量は少ない。 硫酸アンモニウムの2018年度日本国内生産量は911,477トン。消費量は14,935トン。出荷量は892.484トンである。生産量のうち複製硫酸は233,420トンである。1941年の生産口は124万トンで、第二次世界大戦前最高であった。 ありがとうございます。